よいしょ。アルタ前なのかなこれ。どこだろうこれ。アルタ前らしい。本当眠いわ。ガチ寝ちゃいそう俺。本当にいらない。なんかありっすよ。めっちゃ眠いな。サイン書くっすよ。それにありっすね。ステッカーもありっすよ。疲れた。あ、こんにちは。さっきの子？どっちの方？あ、まどちゃん？ほら、来てくれた。本当に来たじゃん。本当に大好き。本当に？はい、どうぞ。震えとるやん。写真撮る？いや、撮ろう。あのさ、別にしてないの変わんないだろう。いらないよ本当に。俺はなんて最低だ。俺はなんて最低なんだ。こうやってうわお手紙いただいたわ。お手紙すいません。ただいま CM をご覧いただきましたけれども、本日は新宿の皆様に全国のエネルギーをお送りするためにご本人様がこちらのステージにご登場くださいます。どうぞ皆さん大きな拍手をお迎えください。そうだピンか。
と行くぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは。ようこそお越しくださいました。坂田清さんです。こんにちは。と手を振って反応してくれる人もいるでしょうか。あ、何人かいました。あ、結構いた。バックハグ。よろしくお願いします。バックハグ。懐かしい。この雰囲気だけでも、ね、さすがにそこまで行ったらやばい。さすがに17年前にね、3人で全然行こうよ。それでここの道を遠かったね。家遠かった。家全然カーブだった。それなんか連続のこうやって映さないから。どうぞ遠かったの、いいよ。秋葉原、遠いね。じゃあ、いろいろやってるメガがあったよ。おお、だからこそこんなに大きくないですよね。しかもですね、坂本さんが今日来てくださるということで、気温の方も急上昇ですよ。熱くしていただいて。嬉しい。嬉しい。本当ですか。いやいや、もう本当に熱気あふれてお届けしたいと思うんですけれども、はい、いや何はともあれですね、坂畑さんといえばプラダ日本一、おめでとうございます。ありがとうございます。いいよ、取ろう。かつてな喜びでございますけども、ほとんどは反応してません。 DNA ファンの方いらっしゃいますでしょうか。 DNA 優勝おめでとう。これも一人に私の力です。いやいや、本当にそうですよ。でもこの頃嬉しかったな。そうか、まあ、やっぱり社内監督というのもね、チームが出てきた人ですね。そうです、そうです。前回も作ったみたいなのが、はい、本当に喜びがあって、なんか、初々しいね。もうやっぱり選手は子供たちみたいな気持ちがありますよね。そうだね。しかも、あの優勝が決まった日、日本一が決まった日って、坂岡さん、始球式なさってましたよね。もう始球式から始まってましたよね。はい、始球式やって、でもその後すぐに解説ということで、テレビの解説の方を任されて、寒いもんね。トントン拍子にさ、80年が続いて、いきなり、セコンは、一番ね、もう一番の中畑さんの教え子、勉強深い、はい、質問はホームランを打ってくれて尊敬して、そして、その後に私じゃないけどね、僕はが天才的になっていうのは、主導権もやったから、すいません、ごめんなさい、ありがとう。気をつけて。また来て。今度一緒に寝よう。本当に？なんか無反応だった。それは。男いるな、あれは。彼氏さん、ごめんなさい。ちょっとだけいい思いしたかったんです。はい。ちょっとだけいい思いしたかった。自分で言うのもなんだけど、本当そうだよね。でも優勝が決まった時には、ちょっとやっぱり込み上げるものがありましたか。ありましたね。やっぱり自分から、まあ、始まった瞬間っていうのはね。なんで後ろになるの？これさ、丸いんだよ。倒れちゃった。今年が役に立つ。こんな雰囲気の中も正常だったんですよ。それがハードル上がんないよ。でなんかさ、この子なんか付き合ってくれそうだなと思ったから、それで周りに喜んでもらえる日本酒浴場を起こしたわけです。その瞬間もね、すごい倒れる人結構いるだろうな。この景色を見るチームになったんだ。これは大きかったな。やっぱり横浜で日本一を決めるっていうこともなんで、ですよね。そうそうそう。まあ背景に俺はジャイアンツの大喜利会場だったんだけど、そうなんですよ。複雑は複雑だったんだけど、はい、あの時ばかりは、あの時はもう逆転してたね。先に横浜のおめでとうと家まで送ってほしいな。そうですよね。いやいや、もう改めて中畑さんとおめでとうございます。結果はただでもいらん、いらない。
本当にありがとうございます。大きな拍手、皆様ありがとうございます。はい、そして、まあ、これ俺塩対応しないよ。今日大谷さんも覚えててもらうね。ローリングね。お布施なんかもらってませんよ。みんなも今日、ただ常識を全部覆していくっていうか。ルールとかもないんですよね。大谷のルールとか。そうですよね。彼の存在がアメリカのルールを変えていくっていうのは、それだけ大きな存在ですからね。じゃあ、話してください。なんか、あれが恵まれたら夢なんですか？でも、かっこよくて、野球もお上手で、そして言うことがすごく正義感に合わせていらっしゃって、中畑さんみたいじゃないですか？日本は、奥さんの素晴らしいですね。あ、もうそこまで一緒。はい、これだけ金備わって、それでお金があるって持ってると、あとどうすんだろう、それはどういう生き方していくのか。中の下でもいいの、どういうこと。でもますますヒーローをどう貫いていたのか、あのさ、はい、関係ないから顔って、もうそれがとっても誇らしいですよね。本当ですね。能力ってこれだけあるんですよ。はい、証明してほしいです。見せてくれましたし、で皆さんも毎日毎日ワクワクしてたと思いますし、もう野球熱がまた盛り上がってきてる感じ。そうそうそう。それで今ほらプレミアのシリーズっていうのをやってて、昨日アメリカにも勝ったんで、またね。すごいですよね。いい明日だ。はい。友達来れないかも。なんで？まだ一週間も驚かない。高橋。高橋ありがとうございます。ギリギリになっちゃう。この裏に挑戦して決定した時ね、一番大きい野球で一番大変。どういうこと、いたずらされた。今年 の、 あのメンバーそれほどね、レベルやらせる人ってどん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 伸びてってない。そうやってまさかさ、11時前になるとさ、18時前に作ってか言われるやつじゃない？遠いところ来るんだ。17時までね、じゃあ。だって監視カメラつけたんじゃないの、小町。つけんかったの。ババアに冷たいだろう。俺ババアと思ったこと一回もないよ。今この新宿を通りかかった皆様、
変わってないんじゃないですか。地元ね、私の地元じゃね、本当にそこ流れるみたいな、今定着してたんですよ。そうですよね。で、何がいいのかって、もうあの今ね、皆さん季節の変わり目で結構体調調べないですか。そうね、すごく寒くなったり、今日みたいに暖かくなったり、免疫力ってすごく皆さんに気にされてるかと思うんですけど、免疫力のアップにものすごく一役買ってくれますし、そしてもう一つはですね、内臓機能を正常に保ってくれるという役割があるんですよ。でさらにもう一つ、老化防止にもすごく一役買ってくれてると。それ老化防止だけなんでそんな登場するの。老化にして、いやいや、これも私自身もそうなんですけど、これはね大事だと思うね。大事ですよね。待ってる間ってあれだよね、やることないよ。こんなねたくさんの方の前でなんなんですけれども、中畑さん、お年伺ってもいいですか。はい、私は今古希です。70になりました。確かに家とさったら楽だわ。その象徴で39歳でいる気持ちでいつも頑張ってます。ですよね。その、70歳には見えないじゃないですか。そしてこのお元気がずっと続いてらっしゃる、その秘訣がこのルミナスネオということなんです。いや、まだ寒くないよ。これね、100ミリリットルの中にですね、なんと22種類の栄養成分が入ってるんですよ。これはね、中畑さん、実はご存知なく飲んでらっしゃったかもしれませんけど、この22種類も栄養成分を入れるって業界初だと。初の。そうなんです。心的で。そうなんです。自然には本当俺らの飲みしないし、フィリッパーマジ買えるのかな。元気になるの。そうでしょう。ちょっと欲しかったな。眠いのに。はい、この年が一番大事なことだよ。それですよね。そうなんです。中畑知らない。皆さん本当に嬉しいことに、なんとですね、ち来ては、あの脳にもいいよということが言われ始めて、それがですね、なんとこの中に確認されてきた亜鉛という成分なんです。はいはい、よく聞くね最近。で、亜鉛っていうのがもうあのね、味覚を正常に保ったりとか、あと内臓機能を正常に保ったりとか、あとはですね、皮膚とか粘膜にいいということなんですよ。だから中畑さんはいつまでもこんなにお肌がツヤツヤなんです。もう幸せなので育ってもね、血を待ってる。あと1時間45分ぐらい。いや、変わって、お変わりないどころかですね、ますますツヤツヤして本当に綺麗です。ありがとうございます。よく言われます。そうでしょ。若い人ってよく言われるね。最近ほら、あの日曜日の朝もカーツとかアプレーってやってらっしゃるじゃないですか。今週も日曜日出られますか。こちらに。はい、ね、でもすっごいいいコンビなんですけど、まあね、若畑さんのお若く見えて、はい、ありがとうございます。おちに感謝してます。いやいや、あのいいコンビになって私は個人、ありがとうございます。あれってでも、本当にパチンコでお話しされてるんですか。パチンコ、パチンコ。そうなんですか。その場でね、どういう話になってるか分かんないじゃない。はい。なった時の方が面白いですよね。へぇ、外れて、はい、それで、あの、ジャンパさんが慌てたって、はい。MC の人が慌ててくれる方が、我々は楽しいですよ。生放送の醍醐味っていうやつですね。え、本当は落合さんとも仲良しいらっしゃるんですか。仲良しって言ったら嘘になるかな。いい距離感。あのね、田舎が一緒なんで遠くだから。あ、だからもともとね、二軍で一緒にやってる時もあったし、あの三冠王三冠を取った男と二軍時代一緒にやってるっていうのは俺しかいないと思うんですよ。だからそういう仲間があって、一緒に選手会も作ったり、そういう時間帯もあったんで、
泣かないって言えばいいかもしれないけど、本当に泣かないのがしたらそうでもないかもしれないなってところは、ね、そのあたり微妙です。もうこれここだけのお話ですよ。今日ね、新宿に来てくださった皆さんの心の中に秘めておいてくださいね。まあ、とはいえ選手であることは間違いないということですよね。そうだね。ね、はい、そしてこれからも野球を盛り上げてくださるお二方だということにも間違いはありませんね。一番それはね、声を大にしてるんだよね。あ、俺お金払ったよね、払ったよ。それを応援していく一番の我々ね、先頭に立って。いやでもさ、そうですね、もう東京慣れるとさ、もうやることないよな。今年は本当にレギュラーシーズンはジャイアンツが優勝しましたし、はい、マジでなくない。日本一は DeNA が優勝しまして、日本一はね、しかもね、そうなんです。本当にね、シーズンとこれが日本シリーズに関しては理由に対してよく頑張ったなと。選手もよく頑張ったな。そうですね、本当に、ね、先発の中継ぎがね、あれだけいいピッチングすればね、負けない野球ができる。素晴らしかった。来年はもう日本一になったチームですから、うん、もうマークされるよ。ですよね。本当はマークされて、非常に勝った人との困難さ、はい、初めてまた映らない、映らなくていいよ。今までは 弱いから負けてたけど、今度は強いチームになって、ナイスお願いします。そこから足で打ち抜いていくっていうふうにしたというのは始まる。これはこの仕組みです、世界の仕組みです。またでもじゃあそうすると中畑さんの出番がすごくたくさん回ってくるじゃないですか。なんでだってジャイアンツはずっと追われる立場だったじゃないですか。ああまあね、そういう目に遭うチームに入れたっていうのもね、幸せな。あ、持ってくればよかったね、カラオケマイクね。マジミスったわ。じゃあ起きた時さ、マジ12時半ぐらいだったからさ、もうやばい、これワンチャンやばいわと思って、じゃあ12時半じゃねえわ、1時だ。速攻タクシーで速攻できた。気合入ってましたか。気合入ってる。やっと気合入ってる。やっぱり日本一とって監督17時だって。高木が勝ったのね。いいよ、待ってるよ。高木が変わってくると思うよ。今年はブルーですね。緊急だし。ドジャースも多いですしね。このオレンジっていうのね、ジャイアンツのイメージだけどさ。そうだよ。また寝ちゃうぞ俺。そのジャイアンツが補強が上手くなかったらやばいなと思うぐらいで、ね、安倍晋之助はし、いや分からん、違う、だから電話した、そうですね、あの電話したらさ、安倍監督にもアドバイスをしないといけないから、電話したら、あの店にね、ね、遅れますって言って届けなきゃいけない。そうですよね。そしたらなんか3人ですって言われてさ、え、俺とその翼っていう人だけじゃないのって言ったら、なんかもう一人います。このルミナスネオを飲んでですね、皆さんもこの冬を元気に乗り越えていただきたいですし、免疫力アップ、一人誰かわからんかった。そして老化予防、女性の皆さんお肌にもとってもいいんですよ。そして脳にも非常にいいですよと。亜鉛って非常に万能なんですよ。ぜひ今注目されている成分ですので、ぜひぜひね、これを飲んで皆さんも元気を注入していただきたいなと思うんですが、これ一度でも飲んだことはあるっていう人、この会場の中にいますか。手を挙げてください。あ、それ見た、あのツイッターのやつやろ。いや、はい、そのツイッターの動画さ、見たんだけど、最初パルちゃんかと思った。いらっしゃる。そうでもないと思うよ。いやでもね、あの一度飲んで、でもね、皆さん、はい。そうです。そういうこともありますよ。こういうこともあるよ。でもこれは飲むようになってね、出てくれるようになったから。そうなんです。そうなんです。ボケ防止にもなるし、ね。ぜひ、はい、この、まあ、心の元気は中畑さんにいただきまして、皆さんの体のエネルギーと元気はこのルミナスネオで、ぜひこの冬を乗り切っていただきたいと思います。それではですね、はい、今日は。中畑さん、せっかく来ていただいてますので、これからですね、下のアルタの入り口に行っていただきます。そこで中畑さん、よろしいですか。これ水色にしか見えないよな。お持ちしておりますので、そちら先着30名の方に販売をいただきまして、で、先着30名の方にはですね、なんと中畑さんとツーショット写真をお撮りいただくことができます。さらに拍手いただいてありがとうございます。緑なんですか。下で待っててくださってるんですよ、きっと。
ね、ありがとうございます。ちょっとアルコール。そしてさらにですね、オリジナルのキーホルダーもプレゼントしていただけるということで、結構可愛いんだよ。すっごい可愛いです。自分で可愛い、かっこいい。ね、あのアクリルスタンドのキュッと、この高畑さんをキュッと小さくした。これさ、募金箱だったの。未来オンの口に名刺を置き、はい、10% 先着30名の方です。でもしですね、今回この30名様に間に合わなかったとしたならばですね、すぐそこにあります、これ何のほとばしカメラのマルチメディア、何の募金箱、西口店のレジの横、もしくは西口本店、こちらのレジの横でも入場券を販売しておりますので、もしよろしかったら、いや諦めてない、ちょっとプラプラしようか、いや何の募金かわからない、未来音って何の未来音、内臓も皮膚も脳も全部あれが元気にしてくれますから、ぜひ1日1本お飲みになってください。あ、これか、はい、これだ、はい、被害者証明、はい、それではまた来てもらいましょう、いいですか、はい、それではですね、皆さんこれからですね、中畑さんが下に降りてですね、ルミナスネオンを直接皆さんに販売していただくところに行っていただきます。ですので皆さん、もしよろしかったらですね、有田の入り口の方にご移動をお願いいたします。そして先着30名の皆様にはですね、ルミナスネオンをお買い上げいただきましたら10本セットご購入の先着30名様で、中畑って誰だよ、中畑清さんとも、どこどこどこ、中畑清、行くか、もう暇だから、中畑さん、中畑さん、野球の人、どこ、こちら本当に可愛らしいのでね、ぜひぜひ持って帰っていただきたいと思います。でもしですね、あ、今日はそこでやってんの、間に合わなかった先着30人にという方はですね、新宿のアルタ前、え、どこ、西口本店、みんなこれ、あ、中畑リスナー、これ販売しております。もうとにかくですね、今からは皆さん免疫力が一番気になる季節かと思いますけれども、免疫力アップに一役買ってくれますので、このルミナスネオ、ぜひぜひ皆さんお手に取って一度飲んでみてください。とってもフルーティーなお味で飲みやすいです。さあ、それではですね、これからは中畑清さんが皆さんのもとへ元気とエネルギーを届けに行ってくださいので、なんかやってるじゃん、ぜひ皆さんもですね、生中畑さんお近くでぜひ触れ合ってみていただきたいと思います。なんといっても10本セット先着30名様限定となっておりますので、もしよろしければ中畑清さんとツーショットね、待て10本セットご購入をご覧ください、なると思いますので、ルミナスいくらいくらいくら、10本セットでいくら、金で、今募金箱入れちゃった。さあ、それではですね、中畑さんも下の方に降りていただくと思いますので、私もそろそろそちらの方に行ってみたいと思います。新宿をご通行中の皆さん、明日の元気のためにぜひルミナスネオ1本お手に取ってみてください。本日はありがとうございました。ちょっと待って、タバコ吸って、中畑知ってるの、親父に自慢できるぞって、マジ無理だ、そんな買えん、ただ見るぐらいならいい、タラだろ、もう無理だって、3200もないわ、あー、かわいいドッグだ、お前は何をやってるの、かわいい生き物なんだ、これはこういうの、かわいいわ、ワンちゃん、やべえ、金ね、早くよ、いくらいくら、すみません、おいくらですか、3000円です、さあ3000円、はい、ペイペイは使えない、現金のみになる、現金のみ、あ、やばい、中畑さん、ちょっと待って、中畑、あ、いや、別に、さっきもらったわ、ごめん、いける、買える、どこ中畑、
ぜひお立ち寄りください。踊り手ジェスポン交流で中畑清さんの面倒を受けます。はい、まだ間に、まだ間に合いますか。写真、写真カメラ、はい、あ、これですか。あ、違います、これこっちで、こっちで撮ってください。はい、じゃあお金だけ先に渡します。はい、はい、お釣りです。はい、発言のそこの、はい、あ、お願いします。お願いします。はい、はい、オッケー。あ、メガネ外したいです。はい、どこでオッケー。はい、一回落ちます。大丈夫ですよ。はい、オッケー、オッケーです。あ、ありがとうございます。お金も全部映ってるぞ。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。してやられたみたい、ね、ルミナス。芸能人に出くわすな。ガードマン、SP がすごいぞ。あー、すげえ。芸能人ってああいうのになるの。長田さん、
誰やねん。元ジャイアンツ選手中畑。欲しい人トツであげます。先着1名ルミナス。有名なんだ。まあ今の若い子たちは、若い子は知らないよね。バッサンぐらいだけじゃない知ってるの。若い、自分が若いと思ってる人たちは知らないはず。J さん知ってるのかな、なんか。え、ベイスターズの監督の人？あ、そうじゃん。え、なんかさ、DNA だっけ？ D、E、なんとらかんとら。ああそうだ、横浜、そうだ、横浜ベイスターズの監督じゃん、あの人。違う、中畑なんて言うんだっけ。ちゃんと取った。なんかチー牛みたいなんだけど、俺恥ずかしい、これ乗せたくない。見て、スクショもやめて、これ完全チーギューやん、気持ち悪い。なんかい
嫌なんだけど、これ消したい、やっぱり。阪神ファン最悪、相性最悪ガチ阪神ファン電車てかペリッパ送ってけよマジで。真逆だからな。あぶね、さっきの突射が来なかったら俺買えなかった。ルビナス帰った？あいつ気が利かねえな、マジで。そんな遠くまで行ってなくね。まだ新宿にいるだろう。おーい、送ってって。送ってって。送ってって家まで。え、な、何その運は。送らさせていただきますだろう。あ、じゃ無理。あ、でもね、違う。俺まだまだね、すぐには行けない。俺 5時までだから。5時になったら動ける。5時までだったらいいよ。5時までだったらいいよ。あ、違う、あの 5時からだったらいいよ。え、あのアルタ前にいる。アルタ前、うん、うん、じゃあもう一回配信つけてね。はい、了解です。はい、はい、はい。なんでお前そんな名前いけないの。はい、いえ、はいにしろ。はい、舐めとるわ。全然下見ないで。ねえ、もう
ういいって、やめても消そっからツイッター、もうやだわ。マジうんこ生きて、なんかね、そういやとある視聴者から来てました。こんばんは、配信中にごめんなさい、昨日愛子とのリアタイで見てて気になることがあって、コンビニから、帰ってきた後カバンの中に何かの上に置いて、その後自分の方にスーッと 足元に持って行ったんだけど、本人のものないんだけど、すごいんだけどこれ。やだわ、なんか。窃盗犯かって。誰この子。見つけてしまったかもしれない、また原石を。これね、明日のさ、やつって何時？そこまで頭回ってなかったわ。15時まで、あ、違う違う、17時まで。足がもうダメだこれ。あ、なんか綺麗。ねえ、もうやめて、歯茎マンってひどい。なんか色がなんか中途半端だよね。なんかクリスマス仕様にするならさ、もっとあのなんかてっぺんにさ
なんかもっとなんか、色変えるとか、せめて星まではいかないけどやろうよ。ネオン系だよな。学校となった会場を自由に散策して会議を見つけて謎を解き明かそう。東京ミステリーサーカスにて恋の開催中。ブラックフライデー開催です。ダークレスト5475円、スケッチアップ5313円、アリーナス4235円。ブラックフライデー急げ。ツイッターって本当かな、これ。なんか本当にドラマの一部始終みたい。なんかこうやって彼女を待ってる自分、突如一人一人が。ルミナスいるか。これ一応栄養ドリンクだけどな。いらないって。ステッカー。ちょっと待って、ちょっと待って。でかくない？え？あ、ちょっと待って、なんか。うわ、なんか入ってた、なんか入ってた。絶好調。アクキー来た。アクキー来た。実際にあげるか。これ一本どでかいんだけど、これ。うわっ。むしむし。確かにアパートの名前みたいだ。発生作れるの？え、1時間前。葉っぱ買ったよ、60個入り1800円。いらねえだろそんなに。東口。いや、なんかうちのリスナーもね、これ買ってくれてたみたい。なんか分からんけど、10ミリ。あと10分でどこ着く？もう支える人を支える向き。葉っぱ欲しいんです。どうぞ立ってください。自分でハートのピン持ってくれよ。
葉っぱのピンセット買って配ろうかな。葉っぱピンセットとすまち。いろんな人や。キノコはあったの。キノコいいじゃん。昔借りたな、あの会社から30万。返済に3年かかったで。30万で。あ、ナイスお願いしますね、みんなさん。ナイス、押してな。あ、こう待って、危な。こんにちは。よく来てくれました。ありがとうございます。いい家、全然いい家ですよ。はい、写真撮ります。撮ります。え、なんでここ肩空いてるの。なんか下がってくる。うわ、エッチーは肩空いてるんだけど、なんでこれ肩空いてるの。これやったー。濃かったの家。うわ、大変だそれは。あ、漏れとるよ。え、漏れるやつでいいです。少しにセダン、ミサコンのせい。やった日本国中ランドで。ありがとうございます。いいえ、かわいいやみんな、これ。ごめんなさい、お待たせして。帰ります。やったー。握力測ってるの。やったー。やったー。すごい。少し伊勢丹、うさと納税で。じゃあ俺この子と一緒に帰るわ。ペリッポ。ありがとう。いいえ、全然。そのチャンス、あのね、変わらないから太陽っていうのは。始めるから叶えるへ。でもどこにいんだろうと思って。それぞれの場所。あ、そうなんだ。それぞれのごめんね、分かりにくくて。共に思い合いながら、やった、一つ実現する福祉も。肩がね、セクシー。ここだけ見せていい。もう肩が、肩が、なんでだろうこれ。いや、間に合った、よかった。よかったわ、ギリギリだったな。急いで来た。でまたトンボ帰りですよ。かわいそう。かわいそう。ごめんなさい、何も。いいよ、全然いいよ。ありがとう、逆に来てくれて。よかった。帰ります。新宿アルタ。帰るって。帰ります。2025年。サワサワしたいねって、したいよそりゃ。もう触りまくりたいもん俺だって。我慢してるんだから。ハグハグしますか。あ、ハグ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 いいんですか。すいません、すいません、男としてのプライドと思って
ちょっと待って。ありがとうございます。早く行ってください。俺の理性が保ってるうちに。さよなら。はい。気をつけてね。はい。だから照れてないって。あのさ、あのマジで何も考えない、今までそういう人いっぱいいますよ。あのさ、このコメントを読んでさ、それなんか俺が言われるのおかしくない、ハグしますかって読んだから言っただけでしょ。スリスリは、だって今日3人来たけど3人とも普通だっただろ。俺変えないって人によって態度。男なんていいよって言って、男もハグ求められたらするで。いや LINE 知らないもん俺、マジでマジ知らんよ。あ、14人目だ。で、まだ迎えはおっさんでもいいっすよ、全然。待って、やばいのか。見て、今日来た子全員可愛かった、みんな可愛かった。今日うちのリスナー可愛い子しかおらんわ。なんでこれおかしくない、こんなにゴミなのに僕が、みんな可愛かった今日、みんな可愛かった本当に。いや確かに、ね、あのさ、今日リスナーで、あ、じゃあ今日突来てくれた3人ってさ、どこのリスナー？いやマジで俺のリスナーじゃない、モンジョリコレリス違うじゃねえか、コマチ。どっち？ね、佐藤さん、マドさん、ユウさん。中当たりですね。で、ペリッパはどこにいるの？トツありがとうございます。ニューハウナーにコマタン優しくしてくれてありがとう。え、誰？うちの旦那もモテたいから配信しようかなって言ってた。
気持ちに。どこにいんのあいつ。俺も同じことしてるわ、田舎者と。俺も同じことしてたわ。ねえ、どこにいんの。みんなありがとうね、今日突入してくれた人も、配信見てくれた人も。あ、待って、仕事来た。あ、そうだね。ねえ、俺また来月ウエスタン行くことになる。仕事入った。ねえ、仕事のパチならありじゃね。駅前だわ、駅前。山口来た時も、まあもんじゃり次第じゃない。徳山でしょ、多分おつまみするなら67。あ、ありがとうって。あ、ありがとうね、ありがとう、こんにちは。どこだよ。おいしょだ。もうマジでどこイライラしてくる。なんでここに来ない。じゃあ、あそこのドンキー前行くわ、ドンキー前。ドンキー前。あ、クリスマスだな、もうな。ね、俺ほんと男と、男じゃないわ、女と過ごしたいわ。すいません、すいません、マジで間違っちゃいけないところ間違えたわ今。その後、女性がいなくなり、トラブルになる事案が多発しています。あらかじめ相手の生徒は支払いが困難に戻っているか。やっぱこう見るとこっちは日本人多いな、関東は。あれだわ、あのなんか海外からの人は多分関西が多いわ。これ81杯。待った、待ってて。え、81点点点、何？ね、俺マジで待つの嫌いだからね。もうそこにいないと俺ブチ切れるで。
この俺様が待つなんてありえない。マジでさ、何やってんのマジで。ドンキ、ここのドンキ前ドンキしかないだろう、あれ。ドンキって言ったらもうドンキしかないだろう。あれドンキどこだっけ。ほらこれしかなくない、ドンキ。待って、俺本当に本当に彼女欲しいかもしれない。すごいな。かわいいわ、うん、この人もすごいすごいな。この人もティーバックだ。この人絶対ティーバックじゃないわ。タイプないっすね。絶対ゴミにしね。信じてくれ。俺は絶対にゴミにはさせねえ。無理だね。ガソリン入れて欲しかったら俺は自分一人で帰るわ。俺一人で帰るわ。そうだった。やらせねえ。お、本当にあんなよ。お、本当にあんなよ。本当にあんなよ。お。俺はこのドンペン巾着が欲しいんや。いけー。狙い、あ、待って、こいついるじゃん。なに。届くかこいつ。あ、じゃあおい、こいつさんがいいな。発射ボン。あびっくりした。本当に取れたと思った。本当に取れたと思った。
ちょっと待って、もう少し通りそうな気がする。手ごわいぜ。お前、100円の領収書出せよ、お前。おれ。あ、ダメか。うわ、奥行っちゃった。何？はあ。辛い、辛くなってきた。届くかこれ。あ、届くね。あ、いいんじゃない逆に。あー、やべー、ちょっと待って。やっぱこっちの方がいいかもしんない。あー、ダメか。マジやべー、なんでドンペンが。こっちか、こいつか。目標よし。ああ、ダメだ。ちょっと待って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 よ、待ってよ。ドイツを狙った方がいいのこれ。こっちか、やっぱり。もうわかんねえ、やばい。ダメか、やべえ、マジでやべえ、マジでやべえ。あと100円しかねえ。どっからダメでもこいつしかないよな。あれ、持って。ちょっと待って、課金。またジュース買わんといかんじゃねえか。ハイエナ来るから早くせんというか、10点取れますよ。助かるところ、全部100円7万のところ、助かるわこれ。マジやったら、よし。ちょっとさ、あれさ、位置変えてほしいわ、ドンペンの。取れねえよ。待って、あの奥のやついいんじゃね。ちょっと待ってよ。ジャストだ。ドンプシャやん。つかめ、つかめ、つかめ。ああ、なんで。だから俺青が欲しいの。びっくりした、なんかちょっとびっくりしたわ。いけー。ああ、なんでだ。いけー。あー、あー、違う、これ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 、ノーノーノー、これこれこれ、よっよっ、イエスイエス。あ、どうしたどうしたどうした、ママ何？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 
そうだ、まさか、まさか、お前、何を狙っている？なんだ、よし。おお。いやいやいや、オッケーオッケー。返せる。いっ、はい。あ、もうマジでいくらだ、なくなるって。なんだあいつら、取れないと思ったらお前、あいつらプーンでどっか行きやがって。だったら最初から見えんじゃねえよ、マジで。なめんじゃねえぞ、ガチで。だったら見てんじゃねえ最初。ちょっと待って、俺こいつしかいないと思うわ。こいつしか。いけ。あ、あ、ダメか。ダメだ。なんでだ。ちょっと待ってって。今ダジャイじゃ戦いしてんだわ。あと200円しかないぞ。じゃあもういいや、こっち行くわ。こっちならいけるはず。待って、こいつならいけるはずだわ。いやもう絶対取れる。あ、待って、こっちの方が可愛い。なんか目が、見て、目可愛くない？ふてくされたような目。なんか俺みたいな目だわ。絶対行った。あー、バウ、びっくりした。 Thank you。 待って、あれすぐ取れるのに。あと一回チャンスあるわ。隔離付きじゃないんだな。アホか。ああ、全然ダメだ。ダメだ、帰ろう。もうしつこいって、その目もういいって。もうそれしつこい。分かったって。あ、あれか。待って、見て、唇もなんか可愛いね、これ。あ、こうやってストラップ。かわいい。あ、最後の挨拶してください。送迎してもらいます、ペリッパーの枠で。じゃあな、今日から新しい家族だぜ。よろしくだぜ。あ、なんか文句あっか。ドンドン狛江だぜ。じゃあペリッパーの枠で。